イド皆さんこんばんは、秋葉こと秋葉です。今日はね、大阪は難波に来てて、今商店街うろうろしてんけど、前に一回来たここの赤垣屋さん、あの立ち飲み屋さんね、またここでちょっと飲んでみようと思います。ということで早速行ってみよう。ポテサラ言っときましょう。ポテサラね、ポテトサラだってそのお店独自の味付けでいるよね。うまいうまい。おいでビール、うまいな。ということで、ね、ポテサラ言っときましょう。うまいな、ポテトサラだな。酒のあてに、はい、ビール、はい、でもうた。これがさ、馬肉のユッケやね、どこ。いや、まあ言うから、ちょっと待ってな。リグ、うまい、うまい。馬肉、馬肉。いいね。ありがとう。うまいな。これがメンチカツ、いとこ。湯がついて映画の日じゃん。おっと、メンチカツいっときましょう。あと、まこれで、なくなってもた。ということで、本日もこちらの赤垣屋さんにお邪魔して、ちょっと食べて飲んでました。ほんまにね、こういう立ち飲み屋さん、ちょこっと食べて飲む分には最高やと思うんで、またお近くにお立ち寄りの際は食べてみてはいかがでしょうか。ということで、ね、本日もいつも長々ご視聴ありがとうございました。ということで、チャンネル登録お済みでない方はチャンネル登録お願いします。ということで、よかったらコメント、高評価もお願いいたします。ということで、さようなら。